こんにちは。今日はですね、ここに置いてあるんですけど、ターミネーターのカスタムをしてたので、それをまあやっていこうかなとは思ってたんですけど、最近まあ自分のこうプロダクトの発表がね、どうしても秋冬に重なるので、それが立て続けにあったので、それ中心の動画制作になったのと、あとはもうシンプルにもうワールドカップ期間なので、なかなか動画に手がつかなくてですね、もうほんと仕事とまあ動画以外の時間、まあデザインの仕事の部分以外のところで言うと、ほとんどワールドカップに時間割いてるかなという感じなので、なかなかこう買い物もできず、普段ね、暇の時だったらネットショッピングとかちょこちょこしてるんですけど、なんかそういうのもできてなくてですね、新しいものを買いましたよみたいな動画もなかなか作れてはないんですけど、でこのターミネーターも、もともと動画にするつもりはなくてですね、インスタだけに上げてたんですけど、まあ時間あったらやってくださいみたいなお声もいただいてたので、まあこんな感じにしましたよみたいな動画にしていきたいと思います。じゃあちょっとね、見ていきたいと思います。まあそんなね、大層なカスタムはしてないので、ここちょろっとやりましたよみたいなとこだけ、お話できたらなとは思うんですけれども、つい先日動画で取り上げた、このね、ターミネーターなんですけど、まあほんと動画 YouTube やり始めた当初ぐらいからターミネーターのね、カスタムやりたいなみたいな話してたので、まあなんかがっつりカスタムっていうよりは少し雰囲気付けというか、よりこう自分の履きたい雰囲気に近づけたという感じぐらいのカスタムなんですけど、まあ割といつも通りのカスタムです。ミッドソール、あとアッパーに関しては、ネイビーのカラーをちょっと、いじっております。まあここはネイビーからネイビーのカラーチェンジなので、動画でね、そんな繊細な状態が伝わるかわからないんですけど、自分の中で気持ち、深みと光沢を出しております。まあここは本当見た目の部分で大きく影響するかって言われたらそこまでではないんですけど、まあ本当自己満レベルの差ですね。こういう部分に関しては、例えばネットとか、なんか自分が持ってる雑誌とかで、こういう感じに仕上げたいなっていうものを頑張ってこう真似するというか、そういうカラーの作り方でいいかなとは思うんですけど、僕の中ではこの新品の状態だと割とこうあっさりしたネイビーというか、ネイビーはネイビーなんですけど、深みを感じにくいネイビーだったので、そこにねちょっとグッと深みを出してみました。あとはこうコバ部分とか色抜けしたような状態が、ちょっとやりたかったのでそこやったのと、あと見た目で大きいところはシューレースですね。基本的にはこのターミネーターに合わせるカラーだと、まあアッパーに使われてるグレーかネイビーどちらかかなとも思いますし、よりヴィンテージっぽい雰囲気を出したければちょっとね太めの、紐だとよりこうターミネーター感がね出るかなと思うんですけど、僕はちょっと細紐が好みなので、いつも通りのコットンのシューレースに変えております。まあコットンのシューレースは自分の中ではこのミッドソールのカラーよりは若干浅め、ただ同系色で、仕上げています。近くで見るとこんな感じですね。僕はあんまりこうスレの加工だったりとか、ひび割れの加工とかああいうことはしないので、基本的にこうカラーの時間が経ってきた時にこういう色味になっていくんじゃないかなみたいなところをイメージしてやってるだけですので。まあ一瞬パッと見はね、そんなに何もしてない感じには見えるんですけど、ちょっとこう自分の思ってる雰囲気に近づいているといったような状態です。で、これは前の動画でやった、白ネイビーのカスタムのもの。これもすごい気に入ってて、で、まあネイビー系の同色。これもまあ、こっちはアッパーがベースグレーですけど、で、こちら。が、この前このターミネーターを紹介した時に、カスタムベースで買ってあったターミネーター、白ベースのアッパーに、ちょっとメタリックゴールドみたいなねカラーのもの、こっちはねメタリックシルバーだったんですよ。これが同じシリーズの、ものだったと思います。なんか似たようなカラーではあったんですけど、こっちがシルバーでこっちがゴールドっぽいカラーだったので、ただまあベースが
割とね浅い色だったので、そこから色はつけやすかったかなというベースを使って、今回はねブルーで、僕がねすごくこう自分で調合して気に入ってるブルーがあるので、まあ、これでダンクもエアフォースワンもいろいろねやったんですけど、この前まあジョーダン3もやりましたかねみたいな感じで、このカラーがすごい好きなので、まあさっき紹介した2足も、まあ、ネイビーでブルー系なんで、ちょっと変えた方がいいかなと思ってグリーンにしようかなとも思ったんですけど、まあもともとグリーンの、ターミネーターはあるし、ちょっとこう既存のカラーをやるのはちょっと違うかなと思って、こういうね割とこう鮮やかめのブルーでも水色でもないし、まあいわゆるこうナイキのロイヤルとかああいうブルーでもないしっていう感じのねカラーを作って、塗っております。でこの白とこのブルーの、コントラストと、まあ後の加工は一緒ですね、こういうミートソールとか、シュレースは一緒なんですけどを組み合わせて作りました。これは近くで見るとこんな感じです。ここがねレザーパーツじゃなかったんですごいややこしいんですけど、このシリーズはね、でやっぱりねこの素材を見ると今年出たターミネーターはやっぱり素材が良かったなと思います。こういうパキパキ割れてくるような安っぽい素材じゃなくて良かったなと思います。なんでこの持った感じもやっぱりもう軽いんですよね。ちょっとまあ履いて違いが分かるほどではないと思うんですけど、なんかこう合皮っぽい軽さがあるようなちょっと違いがあります。まあこの前も少し話しましたけど、ターミネーターが今後ねどういう、展開を見せていくのかっていうのはちょっと謎なので、まあそれこそギャルソンコラボの3色がねリークでは出てたりとかするので、まあちょっと単発っていうよりは何色かは出るのかなとは思ってるんですけど、まあダンクやエアフォースワンほどの元々のカラーがないのでそこまでね、出ないのかなとは思っております。まあそれこそ元々そんなにめちゃくちゃプレネがつくような、モデルではないと思うので、これをナイキが引っ張るかって言われたらわかんないですけど、なんかまあジョーダンとかダンクでも代を聞きそうで聞かないというか独特の雰囲気なので、まあ割とこういう難しくないカスタムとかで、まあ本当手軽にヴィンテージ感を感じられるスニーカー、もうこういうやっぱり作り自体というか、もう本当にこのモサッとした感じがね、なんかこう綺麗めな感じよりもやぼったさを感じるスニーカーだったりするんで、割とあの僕の年齢とか上の方とかも今っぽいストリートっぽいスニーカー苦手だなっていう人も取り入れやすいんじゃないかなと思います。まあ本当つい最近白蛇が出たんで、あれはね日本企画というか、ああいうのも面白いなとも思いますし、と僕は買わなかったんですけど、まあ元々買うつもりはなかったんですけど、すごいねこのジョージタウンのカラーとさっきのローカット、こっちはねまだカスタムしてから履けてないんですけど、をこれすごい履いてて、もうほんと古き良きバッシュみたいな感じで履けるんで、もう靴ひもぎゅうぎゅうに縛ってね履きたいような感じなんで、すごくこう気に入ってるんで、もう白ヘビもまあプレーンで出してはどうかなとは思ってるんで、このアンディフィーテといったら一足というか自分よりちっちゃいサイズはあったんで、あ惜しいなと思いながら、定価だったらフラット行ってあれば欲しかったんですけど、それもねここちょっと難しいかなとは思うので、まあこういうアメカジっぽい感じに合わせるカラーがもうちょっと出てくればそれも欲しいなと思いました。まあこの革で出てくれたら嬉しいなって感じですね。まあそれこそ皆さんはどうですかね、このまあ今まだとりあえずこのど真ん中のジョージタウンのカラーと、白蛇っていうのがまあリリースされて、特にガッと食いついた人は30代後半とかの人だったりするかもしれませんし、例えば人がね履いてる写真とか見て、あかっこいいんだなと思って後からね買った人もいるかもしれませんし、まあとりあえずこの2色で、買った買わなかった、次のこういうの待ってるとかそういうのあったらねコメント欄で教えてください。まあターミネーターは結構コメントでも以前のね復刻のものがあるんでちょっと我慢しましたとかっていう人も結構いましたし、実際リリースされてねこういうレビューとか見て、革の質感とか若干こうねフォルムとかシェイプされてるたりするので、そういう部分見ていいなと思って買った人もいるかもしれませんし、
まあ、僕は本当に、まあ、ターミネーター出るのかぐらいで、まあ、とりあえずこのカラーは買ってもいいかなぐらいの感じですね。懐かしがって買ったようなもんなんですけど、履き始めたらね、やっぱ今の気分にすごく良くて、まあ、カラーリングもね落ち着いた感じで合わせやすいですし、購入前よりも購入後の方がなんかこう、うん、しっかり愛着が湧いてるようなスニーカーです。なんかね、こういう爽やかなカラー乗せてもフォルムとデザインでなんか中和してくれるというか、下品さを消してくれるというかね、いい意味のそのおじさんっぽさを出してくれるんで、またね今後の展開にも期待したいと思います。あとはローカットですね。ローカットもっと出してほしいなと思ってて、やっぱりターミネーターローねすごく好きなんで、ローをねどうにか出してほしいなとは思っております。まあこういうカスタムもそうですし、例えばこういうターミネーターの動画を出した後に、自分のねターミネーター自慢していただくみたいな感じで、インスタとかでもねタグ付けしていただければ僕も見て飛ぶこともできますんで、なんかそういうのでねぜひ自慢してください。あとはですね、もう年内もう何本かになるとは思うんですけど、バレットの続報と、あとはちょっと年内中に1個ね新しいプロジェクトを発表できると思うので、それのね続報お待ちください。今日もありがとうございました。